こんにちは。悪の経典が送られてきました。これです。ジャパネット高田のカタログ。なんでこれが悪のカタログかというと、物を売るから悪い人ですよね。ビジネスをする上で目の前の人に商品を売ってサービスを提供してお金をくださいっていうことに引き目を感じるってことは、セールスは悪だと思ってるってことですよね。悪ですかね。どうですかね。商品の説明と販売ページばっかり悪なんでしょうか。まあ、こういったダイレクトメールも送られてきます。これ悪なんですかね。なんか 30% オフですよみたいなね、サービス券送られてきます。でも結局は金を払えってことですよね。悪なんでしょうか。まあ、吉田さんが言ったように、ビジネスができない、お金を稼げないって人は、じゃあ今日ね、1円をもらうために何をやったかなと、何を考えたかなってことなんですよ。まずは考える、次に実行する、結果がどうですかってことなんですよ。それで稼げないんだったらね、1円を稼ぐ能力がないってことなんですよ。そうなった時にやめてしまうのか、じゃあどうやったら1円を稼ぐ能力がつくのかを、また新しい学びを始めていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。できないからできるまでやるっていうことと、わからないからわかるまでやるっていうことで問題は突破していくんですよね。でもなんでやらないのって言ったら、だってできないんだもんみたいなね、トンチカンみたいな感じじゃないですか。だから誰しも最初からできないわけですよ。生まれたばかりの子供がいきなり喋ったり走ったりしないわけですよね。段階を踏んでできるようになっていくということだと思うんですよ。で、究極本当にお金を稼げないっていうんだったら、まあ、アルバイト情報誌を見てね、時給900円のところに行ったら最も簡単に稼げるんじゃないかなと思うんですけども、それもしないわけですよね。お金を生む手段って無数にあって、なのにお金がないってことは、まあお金をね、生み出そうとしてない、お金にやっぱこう危機感や敬意を感じてないのかなとまで言ったら言い過ぎかもしれませんけども、まあでも一部そういうところがあるんじゃないですかね。生きていくのにお金絶対必要なんですよ。自分がお金いらないって言っても、周りの人はくれって必ず言います。税金が来ました、お金払え。なんか商品買いました、ご飯食べました、お金払え。ね、ちょっとこう外出しました、交通費払え。まあ立てば税金、座れば家賃、夜逃げするにも電車賃と言いますけどね、何をするのにもお金がかかるわけですよ。自分がお金に興味ないって言っても、周りの人はお金が必要な人ばかりなんでね。ということは、お金の問題早く解決して次の人生の問題を早く解いていくようにすればいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、というところでね、お金を稼ぐ、商品売るのは悪ですかってことですよね。それは目的は悪じゃないけども、方法が悪なんじゃないかなと思うんですよ。お金を手にするのに商品やサービス売ったら悪なんですかってことになりますけども、もし悪だとしたら、もう誰も商品売ってくれなくなりますから、それこそ飢え死んじゃいます。むしろ売らない方が悪なんじゃないかなと思うんですよ。スーパーに行ってリンゴが欲しいなとかね、お弁当欲しいなと思った時に、売ってくれませんって言ったら、なんでだと怒るんじゃないですか。でも片っぽでは、商品売りに来た人に対して、なんか怪しいんじゃないの、詐欺じゃないのって言って悪いフィルターをかけるわけですよね。どうなんでしょうね。今回は悪の経典の悪でございました。